宮城県南三陸町のホテル観洋が2012年2月に始めた取り組みが、震災で何があったのか、何を教訓とすべきかを考えるきっかけとする語り部バスです。ホテルのスタッフがバスで宿泊客を毎日案内しています。まだまだ被災地と呼ばれております。2015年末までに約30万人に被災した南三陸町を案内しています。皆様、この場所は高田中学校と言います。で、相当高い場所です。でもここを一番最初にご案内する理由があります。ここまで津波来てますから。ここは高さが分かる場所なんです。目の前に海がありますから、もうはっきりと実感できると思います。どこまで来たのか、この校舎の 1階まで来ました。今でも1階の窓に津波の跡残ってます。海から20メートル以上あります、高さ。それでもダメでした。ということは、このバスの高さでも助かってないんです。で、次に小学校をご紹介したいと思います。出ても皆さん、バス止まりました。ここに小学校があったんですかって言われますけど、実際右側にありました。この学校です。同じ小学校であります。今はありません。ですから、皆さん、この土の山にここに小学校ありましたかと聞いても何も今答えてくれません。ここにバス止めなければ何も知らずに通り過ぎます。3階のさらに上のちょうど今屋上の、あの線ですね。この線の本当に直前まで波が行きましたので。志津川地区の高野会館です。震災ではこの屋上付近まで津波が達しました。それでも約300人が屋上で難を逃れました。特別に内部を案内してもらいました。まあ、多分見ただけでびっくりされると思います。で、ここで止めてるんです。ここと、あと3階で止めてます。手つないで帰るなんて。で、ここが3階なんですけども、これがこの高野会館の大ホール、一番あの時人がいた場所。まあ、こうやってシャンデリアもそのままですし、まあ、建物が頑丈だったっていうのはやっぱりはっきり分かるんじゃないかなと思いますね。ちょっと足元気をつけていただいて。ここが屋上です。あのバスの中の写真だとここにいて膝ですから。で、ただあの水もあれなんですよ、波がこう乗っかってきたんじゃなくて、実際波はあの何でしょうね、ちょっと説明しづらいんですが、あの乗り出すと落ちちゃうので一応波はで この辺りなんですよ、来たのは。ここは本来はこういう場所なんですね。たくさんのものも失って、人も失ってますので、それが辛くないわけはないんですけども、ただその辛いことすら忘れるだけではなくて、時間の経過とともに知らなければなかったことになるっていう、そのことがやっぱり辛いですし、それ以上に悲しいというか、単純ですけど寄り添うとか関心を持ち続けていただくことだけでも続けていただければ、まあ、それだけで多分人のつながりとか復興の変えていく力、新しい力も多分生まれていくと思うので、まあ、まずは思っていただけることだけでも、もし、始めていただければ大きな力になると信じて。